はい、こんにちは、こんばんは、どうもカメラです。ということで、今回なんですけどもね、ちょっとタイトルサムネイル見てもらったら分かるんですけども、リスキューのポジとか、リスキューのコツっていうのを教えていこうかなと思います。まあ結構ね、その、俺シーズン3とか、あとシーズン4ぐらいの時に、まあその世界ランカーっていうかね、確か最終的にシーズン3に関しては、確か8位とか9位とか7位ぐらいで終わったのかな。うん。瞬間的にも1回ね、その1位とか、まあ取ったことありますんで、まあその元の一応1位とか名乗れるんですけど、ちょっと名乗ってないということなんですけどもね、まあキル数が18万キルというような感じで、これなかなか世界ランキングでもないんですよ。で、その俺がその世界ランカーっていうか、そのシーズン3の時に関しては勝率が確かね 95% ぐらいだったんですよね。まあそれぐらいのね、キル数を取っていたというような感じなんですけども、実際には4割とか3割ぐらいのリスキルやっております。まあそれぐらいね、本当にリスキルって簡単やし、ただ単にね、その正面で打ち合うよりもやっぱりそのリスキルで、キルした方がかなり簡単なんですよ。だから一方的に打ってる、これに関しては何回も何回もね、その試合をこなして、でそのやっぱり脇ポジとかっていうのをしっかり覚えないとダメなんですよね。なんですけども、今回は皆さんにそれをまとめてね、一気にリスキルポジとか、脇ポジとか紹介していこうかなと思います。もうこれを見るだけで多分ね、明らかに5キルとか6キルぐらいは、毎試合毎試合キルが増えてきますので、ぜひぜひ皆さんね、これを活用してみてください。それでは早速行きましょうか。はい、それでは早速、クラッシュのリスキルポジ、脇ポジ紹介していくんですけども、これに関しては、大前提としてね、脇を覚えないともう成り立たないわけですよ。ね、もうそんな当たり前なんですけども、まず一つ目、ここですね。これに関してはその敵がドミニシー側ですね。ドミニシー側の脇なんですけども、これ二つ目なんですけども、大きく分けるとここ、ね、この建物。だから、こっちから来たりするじゃないですか、敵はね。こっちから湧いたりするし、ね、ここにも湧いたりするし、そう、ここから湧いたりするっていう時もあるんで、一応ここに、まあ、くくりっていうか、そう、ここで、湧くと。二つ目は。で、もう一つなんですけども、結構ね、その、有名っていうか、大体皆さん分かると思うんですけども、ここですね。はい、ここに湧くんですよ。で、この時ってここから丸見えないんで、もう湧いた瞬間に、その砂とかで殺せることができます。で、もう一つなんですけども、ここらですね。まあ、その、B ロン、B ロンあたりというような感じでしょうか。で、そこでなんですけども、はい、これで脇を覚えました。うん。脇を覚えて、で、そこでちょっと、ね、紹介していくんですけども、まず一つ目、この廃車路ですね。この廃車路に関しては、まあ、ここですね。はい、ここのそのロングと、さっき紹介した、この三つ目かな。三つ目で湧いた、そう、ここの脇。まあ、ここに関しては、その SR とか ICR とか安定性の高い武器やったら、もうこれ湧いた瞬間に抜けます。ここ湧いた瞬間に。抜けるし、で、大体いるのがね、で、結構ね、その、これはあるあるなんですけども、はい、ここで湧きましたね。はい、ここにいます。ここで湧きました。これ入って、こっちから行って、大抵のできて、ここからまっすぐ行かないんですよ。まっすぐ行かない。これどういうことかっていうと、まあ、例えばね、自分がここでリスキルしてると、ね、ここでリスキルしてて、その敵がね、こっちに行く場合ってあるじゃないですか。ね、あ、敵いた。よし、じゃあこっちに行こうみたいな感じあるじゃないですか。この場合のその動きなんですけども、はい、そっちに、こっちに敵が行って、大体この動きって、ここですね、この階段下、こっから見てれば絶対来るんですよ。100%。そう。なんでかっていうと、そう、こっちから湧いて、その、この下を通ってくる。この下を通ってきて、大体ここのね、その、建物の中は絶対通ってくるんですよね。なんで、その、ここで待ってあげる。ここで待ってあげることによって、絶対に枯れます。はい。で、ここが一つ目と、ここが一つ目なんですけども、俺はね、その結構電気屋ですね、これ武器紹介で結構使ってるんで、武器紹介見てもらってる方なら、結構わかると思うんですけども、この電気屋の2階ですね、ここに関してはその B ロンから来る敵ですね、B ロンから来る敵も、しっかりその、倒すことができますし、階段上がったとしても、ここから抜くこともできます。しかもその電気屋の、ここですね、結構ね、こう割った瞬間殺せるんですよ。殺せるし、で、ここのその、なんていうかな、壊れてる、崩壊してるところのその壁とかね、登ってる敵とか、普通に見れます。で、もしここで万が一やり逃したと、うん、こっから来る敵をやり逃した場合は、大体敵っていうのはこっちから来るんですよね。こっちから来て、こっからね、2階に上がっていこうとしますんで、もしここでやり直した場合は、下にいて、ここで待ってあげる。ここで待ってあげる。うん。で、もう一つなんですけども、ここですね、結構その、自分の体力が激弱だったり、うん、そう、自分の体力がなかったりすることによって、はい、ここで待ってあげることによって一方的に変われるんですよね。ここは結構有名っていうか、まあ大体その、負けることはないですね、ここに行ったらまず、うん。なんですけども、はい、ぜひ皆さん使ってみてください。で、もう一つの仮ポジなんですけども、ここに関してね、あんまり俺はお勧めしないっていうか、あんまり使わないですね。ここですね、結構割とその使ってる方いるんですけども、やっぱりその頭っていうか、その体を前出してしまってるんですよね。まあね、このポジションも一応強いっちゃ強いんですけども、こっから、そう、
一方的にこういうような感じに抜けるんで、そんな強いかつ伝わる意味を俺やったらこの敗者裏を取ります。うん、間違いなく。まあ、結構ね、その自分がね、例えばその自分が暮らして、ここでひたすらリスケートされたとしても、そんな苦手っていうイメージはないですね。うん、あんまりその苦手っていうイメージじゃなくて、やっぱりここでリスケートするぐらいになったら、そっちの敗者とか、あと電気屋の方がいいかなと思います。まあ、全然ね、ここも強いっちゃ強いんですけども、やっぱりその他に比べればね、はい、これも体全体しちゃってるんで、 SR とかその切り速の敗北にやっぱりちょっと抜かれる可能性っていうのはありますので、まあちょっと俺は電気屋とかこの敗者裏の方を押すかなと、うん、というような感じですね。それではね、続いてなんですけども、クラッシュの映画を説明していこうかなと思います。まず一つ目の脇がここ、ここで結構ね、皆さん湧いたりすると思うんですよね。で、二つ目に関してなんですけども、この建物の1階ですね、1階のこの階段下、はい、ここでございます。で、二つ目なんですけども、これに関してはね、ここで湧いたらダメ、絶対に。ここで敵を沸かしたら、リスキル失敗というような感じなんですけども、この B ローですね、ここで敵を沸かすことによって、結構ね、そのめんどくさいっていうか、結構そのリスキルがね、失敗してしまったりします。で、それを踏まえて、そのリスキルのポジションを紹介していこうかなと思います。まず一つ目なんですけども、電気屋ですね。まあ、ここに関しては結構ね、その武器紹介とかでやってるんで、皆さんも分かってる方もいると思うんですけども、ここでひたすらかかる。うん、ここに関しては、この SR ですね、大体ここでその敵が出てきますんで、ここからかかる。こんな感じ。そう。ここからもうずっと B に流れていって敵を、狩るというような感じ。で、二つ目なんですけども、ここですね、横スラを使って、この、なんていうかな、そう、北的に入ろうとしてくる敵を狩る。だから、ここで湧いたとして、はい、ここで湧きました。で、大体、敵はね、こっちに行くんですよ。で、この時にも狩ってあげる。うん。だから、ずっと横スライディング。だから、これに関しては、その UAV とか足音を聞いて、ひたすら、こういうようなことすると。来たら、こういうようなこと。はい。来たら、こういうようなこと。ひたすらこれを繰り返します。で、それでも逃してしまった、リロードのその、まあ、合間がね、ちょっと挟まってしまったっていう人は、この2階で待機します。大体ここから出てきますんで、そう。ここで買ってあげて、そっちから敵を買ってあげる。で、来た敵は、こういうような感じに買ってあげる。っていうことができます。まあ、ここからにしかその B ロンも、防衛することもできます。で、その、まあ、マンション下とかも買えることもできるんで、ここのポジっていうのはね、結構強い。来た手っていうのは、まあ、ザ・リスキルポジというような感じですね。で、二つ目なんですけども、これはね、あんまりやらない方がいいっていうか、あんまり結構上級者向けなんですけども、ここですね、敗者裏。はい。だから、ここ警戒して、こっちも警戒する。はい。こっち来た。はい。ここの二つですね。ここの二つから、その、まあ、脇ポジがあると。で、まあ、たまに、この下を見ていってあげて、結構ね、その、阻止してくる敵とかいます。だから、こっちに湧いて、そう、こっち見る人とかいるんですよ。なんで、ちょっとね、一回ね、あ、敵がわからないな、みたいな。じゃあ、こっちちょっと見てみようかな。っていうような感じのことを結構入れてあげると、まあ、有利っていうか、まあ、結構その、スムーズにリスキルっていうのが進むことができます。で、先ほどの紹介した、ここですね、リスキルポジ三つ目なんですけども、はい。ここでずっとリスキルする。で、まず、ここで普通に、リスキルしていれば、大体そっちに湧くことはないんですよね。まあ、たまにちょっと湧くか。うん。たまに湧くことはあるんですけども、ここでそのリスキルずっとしておくことによって、全くこっちに湧かないんですけども、こっちに攻めすぎる。うん。攻めすぎて、ここの脇を潰してしまう。はい。これ近づいたらね、この脇っていうか、リスが変わるんで。はい。だから、こんなところでリスキルする。こんなところでずっとリスキルすると、大体敵っていうのは B に分かるんですよね。リスキルといっても、そのリスにね、もうどんどん突っ込めていくことじゃなくて、はい。効率的に、狩る。うん、だから、これ攻めすぎることによって、B ローに割れてしまうんで、B ローに割れてしまうことによって、ここから逃げられるんですよね。こっから逃げられるし、で、最悪の場合、こっから行って、はい、リスキルシール、俺、うん、枯れてしまうんですよ、こっから。うん。なので、ね、結構やっぱりその、下手くそな人っていうのは、やっぱり攻めてしまう。もう行ってもこっかな、敗者かな、そう。敗者より前に出ない。敗者より前に出たら多分リスキルある。うん。なんでね、ちょっと皆さん、これは参考にして、見てはどうでしょうか。はい、それでは早速、ニュークタウンの脇ポジ、リスキルポジ紹介していくんですけども、まず一つ目、ここですね、ここに湧くのと、で、あともう一つ、ここ。で、あともう一つ、そこ。で、もう、最後が、ここ。まあ、抜け道ですね。抜け道に、結構ね、敵と湧いたりするんですよね。こういうような感じで、ここに湧いたりするんですよね。で、まずなんですけども、一番やっちゃいけないリスキルっていうのをね、ちょっと紹介していこうかなと思います。まずね、ここですね。ここのトラックラーなんですけども、これの何がいけないかっていうと、はい。例えばここ、ずっとこうね、まあ、ひたすら来る敵をちょっと、まあ、見たりするんですけども、ここのね、車線を切れてない方結構いるんですよね。こういうような感じに、これ、引いたらいいんですよ。引いたら。引けばいいんですけど、引いてこの車線をね、切ればいいんですけど、結構の人がこんなことしてる。こんなことしてる。うん。こっから車線切れてねえぞ、てめえということでですね。まあ、ここっていうのは、まあ、結構注意しないといけないっていうか、まあ、あんまりその強くないですね。で、一番ですね、結構味方もそのゴリゴリ押す、うん。味方も結構攻撃的っていう風な感じは、ここですね、結構自分はその武器紹介動画で使ってるんですけども、ここの何が強いかっていうと、まず先端に抜ける敵を見れる。うん。
だから、ここですね、こっから抜けてくる敵、2階から登ってくる敵、速攻に湧いた敵っていうのを、そう、こっから一方的に、しかも敗者裏、敗者裏から、こんな感じ抜けることができます。なんでね、このポジションっていうのは相当強いというか、多分ニュークタウンで一番強いんじゃないでしょうか。で、もう一つなんですけども、こっからひたすら横スラ。で、ここで注意点なんですけども、結構ね、ずっと横スラすればいいんですけども、ちょっと敵、もうちょっとキルしてないというような感じの時に、で、ここに一つ注意点なんですけども、こういうような感じの経験ってありませんか？ここでそのリスキルして、敵がそっちに入っていきそう。ね。敵がそっちに入っていきそうっていう時に、これ不快をしすぎない。出すぎない。なんでかっていうと、こっちに僕がね、行ってしまうことによって、リスを潰してしまうんですよ。だから、まあ、ここにその敵が湧くはずなのに、僕はその近づきすぎる、まあ、リスに入ってしまうことによって、湧きが変わってしまうんで、そっちにね、その抜け道の方に湧いてしまっているんですよね。なんで、もうあくまで、そっちに行っても、こっちには出ないかな。ここのライン。そう。ここのラインよりは、出ない。そっちの前に出ない。うん。なぜなら、その、率が変わってしまうからなんですよね。で、その時ですね、このガレージにね、例えばその敵が、こういう感じで入っていってしまった。そういう時はどうするかっていうと、落ち着いて、こっから行くんじゃないよ。こっから行くんじゃなくて、一回引きましょう。引いてでそっから見る。はい。そうですね。ここの頭一箇所から落ち着いて、抜くようにしましょう。でね、ちょっと逆方向のリスキルポジも紹介していきましょうか。はい。結構ね、こっちは簡単かな。こっちは割と簡単なんですけど、脇っていうのが単純です。まず一つ目はここ。ここに開いて、そこと、そこと、そこ。まあ、ここもあるか。ここもあるけど、まあ、これはちょっと区切っていいでしょう。で、まあ、そこでなんですけども、結構ね、一番いけないリスキル。はい。ここで一番いけないリスキルっていうのが、ここですね。このロング。なんでかっていうと、SR とかさ、普通に抜かれてしまうんですよね。で、遮蔽物が全くない。こんな、木の裏とか草の裏とかあんま意味ないよ。本当に。まあ、こんな普通に上位とかね、そのリジェンドタイヤったら簡単に抜かれてしまいます。で、やっぱりそのここやったら、ま、ジャンプとかすればいいかな、SR とかやったら。すればいいし、遮蔽物全くないんですよ。隠れる場所が。ほら。体も全出し。なんで、ここの一番いいリスキルポジションがこの反対側ですね。これマジで強い、ここに関しては。何が強いかっていうと、このスライディングですね、横スラができる。横スラを活かせる、その、まあ、建物っていうか、そのリスキルポジションが非常に強いです。なんでね、その、大体俺武器紹介の時は、そっちに行かなくて、ここで大体リスキルしてるじゃないですか。ね。だからこんな感じに、ひたすら横スラ。ひたすら横スラ。で、そっちに入ったらちょっと引いてあげる。で、こっちに入ったらちょっと引くようだよ。こんな感じです。そう。ここでその敵が、あ、見えたなっていうような感じがあれば、こっちに引いてあげる。この車裏。そう。これをすることによって、そのヒット&アウェイっていうか、そのヒット&アウェイの、そのリスキルができるんで、かなり強いかなと思います。まあ、そういうこともできますので、こっちのですね、まあ、リスが、そう、こっち側の時は、ここのね、その廃車裏っていうか、その廃車周りの、そのリスキルポジションが一番強いかなと思います。でね、その建物の中もいいんですよ。建物の中もいいんですけど、これに関してはね、やっぱりそのフェネック、デュアルフェネックとか今ね、その SG とかやっぱりいるんで、そういうのがあるんで、ちょっとやっぱりその建物っていうか、ここはあまり強くないかな。で、ここのその、まあ、テラスっていうか、その階段に関してなんですけども、体が丸出しになってしまうんですよ。なんでね、あんまりね、その集中砲火食らうんで、引くのが遅かったらもう一瞬で死にます。もう引いたとしても、ここのね、車線が切れてないんで、だいたいやられてしまうことが多いんですよね。まあ、なんでちょっと一番はそっちかな。そう。一番はその廃車裏。で、ここにま、その敵がいたり、その味方がいたりしたら、俺はま、その第2に心使うかな。ここを使って、こっちから、そう、引き打ち。ですね。だから敵が見えたら、この中で引いてあげる。引きながら撃ってあげる。で、まあね、ちょっとここはね、ここはないかな。ここは何があっても俺はあるんですけど、ここですることあんまりないかな。あんまりっていうか、その、まあまあ、ちょっと多少あるけど、強いかって言われたら結構微妙なところではあります。それではね、最後のマップ、レイドの、脇ポジ、リスキルポジ紹介していこうかなと思います。まあね、このマップに関しては結構難しいね。多分俺、一番難しいんじゃないかな、このリスキルの仕方っていうのが。なんですけれども、まずちょっとこの脇の紹介していきましょうか。結構難しいよ。まず一つ目はそこですね。そこに湧くのと、で、あとここ。普通に湧く。ね。あと二つ目がここ。ね、この、なんていうかな、バスケットゴールらへんなんですけども、結構本当に難しいね。で、もう一つがここ。プールですね。まあ、1、2、3、4。あ、でも言うて4つか。言うて4つ。でもやっぱりそのね、ニュークタウンとか、やっぱりそのさっきね、一番最初紹介したクラッシュみたいな感じに、まとまってないんですよね。あんまり。あんまりまとまってないから。なんでやっぱりその、後ろも湧くし、前も湧くし、横も湧く。というような感じなんですよね。で、まあそこでですね、ちょっとリスキルポジション紹介していこうかなと思います。まず一つ目、この工事って言われるのかな？その工事って、工事現場って結構言われるんですけども、ここでですね、ここでひたすら勝っていく。はい、このプールから開くのと、で、あともう一人。はい、そっちから開く。そっちから開くのと。で、一番ちょっとね、その弱いっていうのが、欠点っていうのが、そこに開くんですよね。敵っていうのは。一人そこに開くんで、結構ね、割とこっちに見た時に、やられてしまうことが多い。なんでやっぱりその、これを見る場合は、ゆっくり、
ゆっくりこの捨てながらこういう感じに、ゆっくり出し上げることによって、簡単に安全に刈ることができます。で、もう一つあるんですよね。もう一つっていうのが、まあ、ちょっとあまりここはあまり好きじゃないかな。ここ、はい。これバスケットゴール。だから、このドミニ A か。ドミニ A を取ってるときに、ここで湧いてる時を、刈ってあげるということができます。まあね、これは何が弱いかっていうと、まず一つ目はここ。こっからまあ打たれてしまう。で、もう一つが結構ね、こういう経験ありますね。あそこに湧いた時に、こういう感じにこっから来られて、やられてしまう。ということがね、結構多いんで、あんまりね、ここはね、強くないっていうか、まあ、本当になんていうかな、このドミニ A、ドミニ A か、ドミニ A を取る際は、まぁ、ちょっとここを使うというような感じです。はい、それは今回なんですけども、クラッシュとニュークタウンと、あと、レイドですね。この3つのマップを紹介していったんですけども、やっぱりちょっとコメントとかね、あと、高評価が多ければ、まあ、他のマップのそのリスキルポジションとかも紹介していきたいなと思います。いやでもね、今のそのランクマッチというか、玄関系ってやっぱりデッサが非常に多いんですよね。デッサが非常に多いんで、あんまりね、その足音を聞くとかそういうのが意味がないんで、やっぱりその足音が聞こえなければ、その枠ポジを理解すれば、簡単に起動できるというような感じとなっております。はい、ということで今回はこれで終わりたいなと思います。参考になったっていうのがあれば、ぜひぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。